皆さんこんにちは、大分の高っちょ親方です。本日私こちら熊本県青年会館に来ております。熊本市中央区ですね、水仙寺にございます。まあね、立地は本当にいいんですけども、まあ実はですね、あの青年団のイベントで九州薬局員セミナーという、まあ九州をこれから各県を担う、そして九州ブロックを担うですね、まあ人材を育てる、そして交流する、で今後の九州ブロックを考えていく、まあ、イベントが行われておりまして、私も、まあ、曲がりながら大分県連合青年団の団長であり、昨年度の九州ブロックの会長でございましたから、まあ、参加をしております。実はですね、私 もう10年ほど前までは、実はこの熊本県青年会館がホームグラウンドでした。まあ、青年団活動がですね、8月で15年目を迎えますが、最初の4年間実は熊本県団所属でした。雨が降ってますか。まあ、月2回、だいたい火曜日の夜にですね、集まって、まあ、自転車やバイクを漕いで、熊本市のですね、まあ、黒髪とか役園長からここに集ってたわけですよ。ですね、もう懐かしいですし、まあ、だいぶですね、建物の中身も変わったんですけども、まあ、いろいろと会議室や宿泊室、そして宴会などもできますね。今日はこれからなんか試験も行われるようでございます。まあ、このですね、熊本県もそうですけれどもね、まあ、九州各地に青年会館ございます。まあ知ってる限りですと佐賀、熊本、鹿児島、沖縄にございます。大分も昔はあったんですけども、別府市だったんですけども、残念ながら現在はなくなりました。この、まあ、青年団事務局とかお城があることとはですね、本当にいいことでございます、ね。まあ、ここでですね、宿泊もできますので、まあ、1泊2日でいろいろ語り合いも、夜遅くまで毎日語り合っておりますし、まあ、夜なび談義といって一晩中語り明かした熊本市のイベントもございます。さあですね、まあ、これからもですね、この間、まあ、午前中ですね、まあ、今後に向けての語り合いがござる予定でございますですね。本当に思い出で、まあ、青年団というのは地域で活動する、まあ、若者の集まりで、何がすごいかというと勤労青年なんですね。普段のお仕事なりわいがありながらも、それプラスアルファで地域の子も考える、この素晴らしさでございます。そしてですね、まあ、私もその熊本市に4年間いた頃はですね、まあ学生でありましたから、まあ学業の傍らでしたけど、やっぱその仕事終わって遅い時間、夜10時過ぎまで語り合って、そしてまた次の日仕事行くという、ね、素晴らしさ、この大変さというのは私も大分帰って社会人になってから初めて知ったんですね。まあこの勤労青年プラス地域活動というのは永遠の課題でもございますし、その素晴らしさをですね、今後も感じていきね、しながら活動していきたいと思います。そして仲間作りをですね、増やしていきたいと思います。ということで、今日のエピソードトーク3分約過ぎましたけども、熊本県青年会館からでございました。